はい、ぬれです。私が今どこに来たかというと、煙突に書いてあります。トットモダンミルズ。トットモダンミルズ。これはここに書いてあるのを読むと、1795年に建てられた、ミルズ。この粉引き会社。どうやって粉を引くかというと、近くの川の力を利用して、紙を作ってたって。紙を作っていたところの騒ぎじゃなくて、ずっと、後ろの方に建物が見えますけども、ビールも作ってた。すごいですね。これに解説書を読むと、1796年から1855年、約19世紀までずっと、工場が使われてた。そして今は、ミュージアムとなってます。そしてもちろん、今はロックダウン状態なので、閉鎖してあります。でも外から見る分にはすごい綺麗ですよ。ペーパーミス。こういった。歴史を感じますよね。18世紀、19世紀の建物です。で、これは、今日はやってないですけども、いつもは、ツアーを組んで、中を説明したりとかしてるみたいです。ここは、別に観光地ではないですけども、一種の、歴史サイトとして、トロント政府は残しておこう、ここを残しておこうって言ったことで、ここを、入場料を取るんですけど、ずっとここに残しておくというところです。でちょっと飛べます。こんな感じで。いいですよね。なんかこう、歴史を感じさせる、こうやって煙突があっています。今日日曜日で若干人がいますけども、でも、いずれとしてロックダウンは続いています。なんかいっぱいいるし、人がいっぱいいる。今日はいい天気だな。こう見ると、あ、ここはカナダかなっていう感じがしますよね。よかった、北千住じゃなくて。こういった街並みです。で、一旦切ります。